私のチャンネルへようこそ JBN1View。先読みKinKi Kids、Amazing Love、14万枚で現在シングル1位。KinKi Kidsの CD デビュー25周年第2弾となる46シングルは、表題曲の作詞をKinKi Kids、作曲を山下達郎が手掛けた。カップリングには、竹内まりや作詞作曲のミッドナイトレインを収録。本作は初動3日間で14万1601枚を売り上げており、現在2位と約 6.5 万枚の差をつけて現在トップを走っている。続く2位は227の2ネタナインス曇り空の向こうは晴れているアーテイル。本作は今週前半3日間で7万6095枚を売り上げた。速報トップ5には OWV による6シングル、タイムジャカーズ 42,655 枚、氷川きよしのデビュー23年目の第2弾シングル、甲州時 18,824 枚、クルスショー CV 下の郷の劇場版、歌の星プリンス様、ソンプマジラブスターリッシュツアーズアイドルソングクルスショー。9156枚が登場している。KinKi Kidsの CD デビュー25周年第2弾となる46シングルは、表題曲の作詞をKinKi Kids、作曲を山下達郎が手掛けた。カップリングには、竹内まりや作詞作曲のミッドナイトレインを収録。本作は初動3日間で14万1601枚を売り上げており、現在2位と約 6.5 万枚の差をつけて現在トップを走っている。今週の CD シングル売上レポートから2022年7月25日から7月27日の集計が明らかとなり、KinKi Kidsの Amazing Love が14万1601枚を売り上げ、現在首位に立っている。大阪の新歌舞伎座で、氷川きよし特別公演を行い、26日に新曲、甲州道をリリースしたばかりの氷川。そのミュージックビデオの撮影風景をアップし、甲州道ミュージックビデオの2コーラス目に DVD 用のカットがあります。という動画がアップされた。3コーラス目もほのぼのとした癒し系です。キーナによるヒーリング。一方、ストーリーズのコーナーでは、足、しょうがないよね。みんな多かれ少なかれ、ストレスはあるんだから。心のバランス。体験談談のキーナさんは、しょうがない。ストレスは誰にでもある。多かれ少なかれ。とコメント。また、なかなか解消されない。まだ緊張してるんだ。限界突破したいです。ネット上では心配でたまらない。きよしさん大好きだから健康第一。時間を作ってお医者さんに行ってほしい。キーナさん、苦しいんだね。ジンマシン、圧迫感やプレッシャーが半端ない。といった書き込みがあった。心配です。休める時に休んでください。などなど。氷川は今年いっぱいで活動を休止し、無期限休養に入ることにした。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。